今年の猛暑の影響で学校が休校するなど影響が出たことを受けて、道教委は道立高校などの夏休みを延長する検討を始めました。道立高校の多くは夏休みが8月中旬までですが、今年はその後も猛暑が続き、暑さ対策のため初めて学校が臨時休校になるなどしました。このため道教委では夏休みの延長について検討を始めました。50日以内としている夏休みと冬休みの合計日数を増やすことや、夏休みを延ばして冬休みを短くする案などがあるということです。学校クーラーなかったりして授業も集中できなかったりするので、夏休み長くなるのはまあいいのかなっていうふうに思います。また札幌市教委も夏休みが中学校よりも5日短い小学校について、夏休みを中学校に合わせた上で冬休みを短くすることを検討しています。